この物語はフィクションである。確かに本名星野アクアマリンだもんね。アクタン、よっち、誰だっけ。ここの芸能家だったのか。私この人昔から好きじゃないのよね。でも受かったら後輩になるんだぞ。うん、そっか。そうだよね。角が生えてる女の子なんてやっぱり気持ち悪いし、そもそも鹿ってなんだよって話だもんね。そんな風に言わなくても。これなら一緒。すごっ。あとお姉さん処女だね。お姉さんは、マジ、角も反応しているし、私は、その処女確定。